とある方からですね、ご質問が来まして、顔をこう、ツル払ってしまう。なんでツル払っちゃうんですかという内容をいただきました。で、ここではどんな人なのかっていうのはちょっと明かしますね。しかしですね、その方の弓の引き方を見るとですね、まあちょっとここは良くないんじゃないかという、ここが原因でちょっとツル、あれなんじゃないかという、そのお話をね、したいと思うんですけど、ちょっとその人のやり方ちょっとこのやりますね。まあこんな感じだったんですよ。してますよ。で、もうこの動きで、もう全然これだと力入っちゃいますよねって話なんですけど、じゃあちょっと何がいけないのかっていうのをちょっとやりましょう。はい、まずさっきのね、そのツルが当たったっていうこの動きをそのまま私記憶して再現して。何がダメなの？まず見るとき、全体で見るのが大事です。まず全体で見てください。全体でね。これダメなの分かります？僕の体全体で見てもらって、僕の体の軸が腕を動かしたときに前に動いてるか後ろに動いてるかをちょっと観察する。ちょっと前に動くと分かります。もうこれがダメなんです。ここを前に出たらもう力が入ってしまいます。で、どうなるといいかっていうと、皆さんもちょっと湯構えしてください。湯構えをして、弓を持つときに少しだけ意識的に肩、体の軸を前に傾けてつけてください。それはね、体が前に出て腕を動かしてるだけなんで、ここは伸びてないんです。でさらに前に出ることによって縮んで上に伸びる力が減っちゃうんです。というのをおさらいして力を持ってください。力を持って、で腕をここ持ってくるんですけど、次はこういう風にかけるんじゃなくて、弓の方から手の中に入ってくるように弓を持ってみる、弱めにしてみてください。だからちょっと弓を左手で意図的にちょっと自分の体に近づけるようにして弓を持ってください。ってやるとどうですか？ここ力が全然抜けませんか？すごい腕の力と手の力リラックスしますよね。さっきのここからこう持ってこの動きだけで背中縮んでこの部分に力があって手のちょっと一番明るいですよ。ちょっと力入ってるなっていうのが気づきやすい。だけどさっき言ったこの部分を動かさないでこう持つときにここの手を少しだけこうしながら持つとこれでここ楽々になりませんか？で2つ目、これがさっき皆さんに動画でお話ししたこの取り方ですね。こういうふうに取ります。はい、もうこうしたらもうダメです。ね、これがさっき言った通り何でダメなのかと、この取り方がダメなんです。これはいいんですけどね、これはダメなんです。外から内に中心に入るようにしてかけるとどんどん力力力が入っていって、第三でここの力を抜くようにやって、ここに力が入って、ここに力が入って、ここに力が入って、引き分けで、ここにも力が、表にも裏にも力が入るので、離れの時にここが遅れてここに当たりやすいと。ですので、どうするかっていうと、これはダメ。これは OK。じゃあ、どういうふうに取るのかって言いますよ。ちょっとね、こっちだと見えないんで、こういうふうに取り方です。じゃあ弓を持ってもらって、じゃあ外から手をこういうふうに持ってきてください。そうすると、こ
ここになんかちょっと力が入った感じありますよね。それがダメです。じゃあ次どうするか、さっき弓をですね、手をこういうふうにこう持ったときに、左手を少し体に若干寄せて胸を開くと一緒に、この右の肩をですね、開きながら近づけてみてください。そうすると外から内に中心にとってるような動きに見えるんだけど、実際は胸が筋肉がすごく開いているので、手の動きとしては手の動きだけ解析すると、実はこういう動きになってるんです。こういう動き、だから僕が胸の筋肉を全く動かさないでやるとこうです。こう動いてます、こう動いてます。しかしそれをここの開き力入れますよ。開く力入れると全く見えないんですよ。これがその筋肉の動きを自然に働かせた結果行われる正しい外から内への取りかけのかけ方です。これがこの部分の筋肉を手を固定してちょっと前に動かした状態で手を動かすと、これ同じ動きですけども全然ここの力の入りが変わります。で、内起こし、内起こしはこういう風に腕を動く、内起こしはこういう風に腕を動かして、はい、これがダメですね。こことここが全く動かない状態で手先だけが動いている、この第三、これはよくね、弓道の世界でやってる人多いんですけども、これはやっちゃいけないんです。やるとよくない。正しくはこの右手、肘、肩が一緒に動くようにとればいいです。これがさっきのです。で、僕のさっき言った第三を胸を動かさないでやるとこんなんですよ。しかし、ここに胸を開く力をが入るとこういうふうになります。だから、この言った内容を全部統合してやると、はい、一番最初にやったできたのこの前のズレをこっちの角度でも分かるようになると、いい緑稽古ができてると言えます。これだとなるんですね。じゃあいいやり方なんですよ。リアルタイムにちょっとお話しします。これが、ね、若干胸を開いて手を近づけながら持ってきて、中心から外に持ってきます。で、そのまま持って腕を上に上げて、こうじゃなくて広げながら、ここに広げた状態を維持しながら。っていうの、